はい、こんばんは。今日はですね、糖質オフのメニューを食べたいと思います。よろしくお願いします。早速夕食のご紹介なんですけども、6月の14日ですね、糖質が 17.7g で、朝昼夜の合計糖質が 66.5、夕食が 834kcal で、朝昼夜で 2131kcal となっております。はい、最初の1品目なんですけども、定食屋さんの生姜焼き定食並みのうまさと僕は思ってるんですけど、豚肉の生姜焼き、糖質が 2.6g でカロリーが 136kcal、 これを2人前ですね。はい、まあ、結構お弁当のおかず系なんですけども、はい、こちらですね、まあ、昨日もいただいたんですけども、はい、今日はちょっと食べ方を変えていきたいと思います。これで2人前ですね。はい、美味しそうですね。こちらの特徴としては、まあ、甘辛のね、調味がされているっていう感じなのと、もう匂いとしては本当にまあ、定食というか、まあ、牛丼屋さんでよく豚丼とか牛丼とかに近い匂いがいたします。はい。多分これ玉ねぎの匂いから来てると思うんですけど、非常に甘くて、食欲がそそる感じの豚生姜焼き定食の匂いがしますね。はい。今日はね、ちょっと、昨日とちょっと食べ方を変えて、昨日お伝えした通りですね、まあ自分の場合糖質制限というか糖質オフをしているので、まあ基本お米はちょっと少なめに食べるというか、まあ食べなかったりするんですけど、まあいつものね、キャベツ、これは糖質が 8.4 でカロリーが61と、まあ感じなんですけど、こちらと一緒にね食べてみたいと思いますね。はい、よいしょ。こんな感じで生姜焼き定食、生姜焼きをね、豚肉の生姜焼きをキャベツと一緒にいただきたいと思います。はい、いや、これは合いそうですね。まあよくね、定食のおかずにキャベツ出てきますもんね。いただきます。うん、合う。逆にいつも食レポさせてもらってますけど、キャベツ食べてなかったですね。キャベツが結構ベースになってるんですよね。めちゃくちゃ合いますね。豚生姜焼き、豚肉の生姜焼きとキャベツ、めちゃめちゃ合う。うん、うまっ。あ、これはすげえな。まあもちろんね、まあ当然ご飯とも合うはずなんですよ。絶対合うし、間違いなく美味しいんですけど、もうキャベツと一緒に食べることで、キャベツのシャキシャキ感が加わるんで、さらに美味しくなりますんで、これは、すごい味濃いじゃないですか。甘辛の調味料入ってるんで、めちゃくちゃ合いますよ。いや、本当に。まあ多分、普通にまあここまで凝らなくても、豚肉を焼いて、そのタレとかちょっと糖質低いものに変えて、で、キャベツと一緒に食べればめちゃくちゃ、それも糖質低くて満足度高いと思うんで、そうやって食べていただくのもあれだと思うし、当然、この豚肉の生姜焼きとキャベツを一緒に食べるっていうのは非常に理にかなっているなと。特にキャベツ好きな人はもう最高だと思います。本当に満足度やばいんで、ぜひ作ってみてほしいです。はい。で、こちらの方ですね、レシピの方が、まあ、いつも通りなんですけど、決定版作り置き&レンチンで簡単、糖質オフの痩せる楽うま弁当350に載っております。チェックしていてください。はい。キャベツやばいっすね。めちゃくちゃ美味しいですね。はい。次ですね。厚揚げにカレーっていうね。ちょっと僕も、おって思ったんですけど、厚揚げとゴーヤーのカレー炒めと。まあ、こちらのゴーヤーが、ちょっと、まあ、僕は苦手なんで、小松菜に変えさせていただいたんですけど、これね、驚異の糖質 1g ですよ。まあ、他のメニューもね、糖質低いんですけど、なかなか 1g っていうのはなかなか少ないですね。ないですね。で、カロリー130と。はい。で、こちらの特徴としましては、うん。まあ、カレー粉のいい匂い、厚揚げからカレー粉のいい匂いがするっていうね、スパイシーないい匂いがするっていう感じみたいですね。はい。こちらでございますね。はい。美味しそう。ね、なんか小松菜がしっかりとこうやってね、入ってていい匂い。小松菜にもちゃんとカレー粉の匂いがします。これ厚揚げですよね。はい、全体的に、まあ、あと鰹節もかかってますね。これも
カツオ汁にかかってて、匂いとしてはやっぱカレーが強いよね。匂いがカレー粉の匂いが、でも辛い感じではなくてちょっと甘いカレーの匂いがします。はい、早速いただきたいと思います。はい、うん、うまい。あー、これもキャベツと合いそうだな。何でも合うんですけどね、キャベツ。うん、小松菜もね、食べてみよう。うん、小松菜がカレー粉を吸ってなんかいい感じの野菜になってますね。うん、厚揚げと一緒に食べるといいかもしれない。うん、あ、美味しい。めちゃくちゃ美味しい、これ。結構しっかりとした味付けになってるんで、夕食なんかに出ると結構満足度が高いかもしれないですね。うん、うん、小松菜でもいいし、ゴーヤーでもいいしっていう感じですね。どっちもいけると思います。はい、ぜひぜひちょっと作ってみてください。こちらの方がね、こちらですね、女性のための楽痩せ糖質制限ハンドブックに載っておりますので、チェックしてみてください。はい、はい、残りのメニューも一応ご紹介ですね。ワンプレート、キャベツがちょっとと、卵豆腐、ゆで卵2個、ハーフベーコンと、これで糖質が 2g でカロリーが200ちょっとですね。ちょっと気が付いたことがあったんですけど、卵豆腐も美味しいんだけど、よく考えたらゆで卵でいいよなって思いましたね。ゆで卵って今250円ぐらいじゃないですか、大体。まあ300円いっても。で、大体1日7個ぐらい使うんですよ。卵豆腐が大体100円で4個入りなんで、まあ、考えたら卵と卵豆腐ってコスト変わんないなと思って。うん。なんかそう考えた時にゆで卵の方がカロリー取れるし、なんかそっちの方がいいんじゃないかって思い始めてきましたね。保存も効くんでね、卵の方が。うん、まあどっちでもいいっちゃいいんですけど、まあちょっとそうやっていろいろ試行錯誤していってるっていう感じではあります。はい。最後にね、体重ですね。体重が 74.9。5月30日から 0.3 キロ減。あと 185.5 キロから 110.6 キロ減。BMI が 25.89 と。まあ残りだと豆乳ヨーグルトとね、ペプシナはゼロはいつも飲んでますけど、はい。こんな感じでございます。今日もね、また美味しいメニューを食べさせていただこうと思います。これから。はい。というわけで、また明日も YouTube 投稿させていただきますんで、よろしくお願いします。はい。というわけで、ありがとうございました。